皆さんこんにちは。ナビゲーターの湊です。本日の話題は、ここ数年でブーム再燃しているマツケンサンバ2です。僕の母はマツケンこと松平健さんのファンなのですが、暴れん坊将軍の舞台を何度も見に行ったことがあると聞いてびっくり。東京では明治座、大阪だと新歌舞伎座で、いわゆる座長公演。舞台は2部に分かれていたそうです。一部は暴れん坊将軍や新平家物語などの舞台版で、二部は何でもありの歌謡書でした。こちらは一部の暴れん坊将軍よりインパクトがあり、一部で見た筋がスッカーンと抜けてしまうほど強烈だったとか。どんなにすごいのか聞いたところ、マツケンサンバは普通レベルと言い切れるくらいだと言っていました。わかるようなわからないような説明ですが、マツケンサンバが普通とは松平健さんの懐の深さを感じます。マツケンサンバ2も最初の頃は上様ご乱心かとまで言われたようです。しかし今では元気の出る歌ナンバーワンと言われるほどとなっています。そして2022年にはマツケンサンバ2英語バージョンも公開されており、アメリカでも Apple Music などの音楽ストリーミングで日本語バージョンも含め松平健さんの曲を聴くことができます。今回はマツケンサンバ2英語版をアメリカ人に視聴してもらいました。感想はこちら。マジ、これやばいよ。かっこよすぎる。クレイジー、でも楽しそう。この人、コメディアンじゃないの？時代劇トップスターだよ。そうなんだ、アルパチーノのダンカチーノよりぶっ飛んでるね。あれは映画の中の番外編だものね。サンバとは違うけどパワーあるね。あのキラキラな服がすごい。流しね。女性ダンサーたちが可愛いね。腰元ダンサーズって言うんだ。腰元というのは貴人に仕えるメイドだよ。サンバで自分も彼らと一緒に踊りたいね。ちなみに松平健さんご本人の感想は、完成した曲を聴いて誰が歌っているのかなと思うくらい良い仕上がりになったと思いますとのこと。確かにご本人が歌っているって聞くまで吹き替えと思ってましたので、確かにという感じですね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。動画が良いと思われましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後の励みと参考にさせていただきます。本日は僕湊が担当しました。